3分でわかるバーチャルおばあちゃん。マーリー、どうしたの？心のお庭に花壇を作ったんだね。何そのスピリチュアル的な話。あー、何これ。鳥たちには見えるの。何これ。ちょっと異色だけど調和の取れたトリビアンな3色のバラ。何これ。3人ホモってこと。仲良しグループ。これこれアイドルグループをなんか育成するゲームだったのこれ。おー、姫さん帰りにランチ。仲良しグループだ。あとは小次郎先生。何これお前たち鼻が利くな。ほらもう食べ頃だぞ。お、あーかわいい。ヤノさんかわいい。何この顔。いい匂いです。半ヒムロ派にヒイラギくんも加わったってこと。祈り、みんなかわいい。苦手な野菜も炭火効果でうまく感じるぞ。祈りだって。ごちそうさまでした。おお、二人ともいい顔してるな。祈りもちょっとは食えたよな。祈り大好きだ。てんてん、何ちょっとてんてん。グループ名はモーモーホモーズにしよう。モーホモっていう通称で。これから学食です。あなたも一緒にどうですか。それじゃいただきます。いただきます。小次郎先生は向こうの席で男子生徒たちとランチ食べてます。好きなんだね小次郎先生がね。三掛先生はどうして僕と祈り君とランチをしたり出かけてくれたりするんでしょう。あー、狙ってるからだよ。それいつも考えてるけどわからないです。最初は君がいるからと思って。あの人みんなにそうしてんだよ。でもあなたがいない時も一緒にいてくれます。うわー、おばあちゃんを出しにメンズと繋がろうとしたんだあいつ。三掛先生絶対面食いだ。なんか綺麗どころ集めた感は確かにあるよね。真面目な子が好きなんだあいつ。他の生徒と楽しくしてる三掛先生を見ると複雑な気持ちですほらもう柊君が洗脳されてるもん。真面目な優等生を集めて自分のものにするのが趣味の何。三掛ち怖いよあいつ。今の素敵な関係を大事にしたいです。なのでこんな日も受け入れます。ちょっとなんか複雑。小次郎先生がこっち見てる二人とも知らんぷりして何この、何これ。え、ミカゲッチがあの一番伊藤秀明だったってこと。これ一番サイコパスな先生だったってこと。神保真央だったってこと。え、なんでなんでみんなそんなミカゲッチに気使ってんのそれ。この学園はミカゲッチにとって牧場でしかなかったってこと。白羽くん助けて。ちょっと白羽くん呼ぼう。この学園狂ってるよ。はい。実は氷室はいい側で御影王の暴走を食い止めようとした。実はそっち側だったのにまんまと騙されて、で、すでに大迫力は消されていて。どうしよう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 。御影っちって言ってみる。あえて御影っち。白羽くんは一人で止めようとしたのに、白羽くんはちょいちょいこの学校に侵入して、それを政府から依頼されてそれを調べろって。実はあの名探偵なんだ、世界的に有名な白羽くんは。で、何も知らずに普通に過ごしてるチーギューがいて、よかったらお茶して帰れませんか。おお、なんか大切な話か。やばい、感づかれてるよ。3年目にして急にストーリーがなんかね進み始めたよ。ところで御影っち、ん、どうした。ジャノさんについてき、氷室くんについてき、御影っちについてき、祈りのことはどう思ってんの。最近祈りくんとよく話してますよね。そうかもな。あいつ一個下なのにさ、なんかこっちの学年の教室うろついてるよな。うわ、全部見てんだそういうの。御影ちのこと探してるんじゃないですか。表面的にはそうだけど、実際は俺を出しにしてお前を探してんだよ。いや、お前がよ、おばあちゃんを出しにして祈りをあれしたんだろ。探り合い、ちょっと頭脳戦来てるよこれ。騙されないようにしないと。あいつが俺を探してるような素振りで現れたら話しかけてやってくれ。それだけでいいよ。はい。でも御影ちはどうして氷室くんと仲がいいんですか。そりゃ大いなる野望の手。おおおおお、野望、信長の野望打倒氷室京都だごめん、深読みすぎた。最初のおばあちゃんの推理で合ってました。これはつまり打倒氷室京都の連合軍だったわけね。レジスタンスね。オッケー、おばあちゃんすごいな。これバッチリ当たってました。おばあちゃん、アンチ氷室この人はもう相当大嫌いなんだろうねあいつをね。一番苦しい殺し方をして殺す気。もうレジスタンスこれ。打倒って見かけて村君と一緒に何をするつもりなんだろう。知りたいおばあちゃんが言った通りじゃんこれ。もうレジじゃん。なんでそこに柊君を入れてるんだろうね。おばあちゃん整理するよ。おばあちゃんね、あの見かけっちの野望は氷室ジュニアを使って氷室君とあの戦わせて倒したいんだけど、でも氷室
ジュニアの力がまだ弱いから、そこはヒイラギ君の力を借りて、ヒイラギ君の推薦があれば次の生徒会長は氷室ジュニアに約束されると思って、でその氷室ジュニアを生徒会長に来年して、その時に自分はバック後ろについて戦わせて氷室をこの学校から追い出そうっていう多分野望だと思います。考察ね、ほんと深いんで、ときめもって、あのフロムゲーより深いんだけども、そういういろんなテキストに隠されてるから、真のストーリーが最後多分あの氷室の首が浜学裏の教会のあの一番あの十字架の上に氷室の首が掲げられて、あのときめもシリーズ幕を閉じるというこの大演壇で多分終わると思うんだけども。